この間ちょっとブログに書いた内容を改めて動画でご説明させてもらいたいなと思っているんですけども、まあ多分ね、あのブログと動画、こういうふうに動画を撮るのがちょっとあのバラバラなんですよね。あのタイムラグが生じるので、ちょっと同じ内容でも、まあ、ちょっとずらしてね、お伝えすれば、まあ、ブログを読んだ時と、まあ、動画を見た時もね、まあ、どちらを先に見るかわからないけど、いい復習になるんじゃないかな、余計にね頭に残してもらえるんじゃないかなっていうのがあって、同じ内容もたまにはね撮ってるんですけど、この間ねブログに書いたのが、あのこれからの時代がもう塾に行って勉強してる人が真っ先にね淘汰される時代になりますよっていう話を書いたんですよ。でこれはね、あの私の一つのね野望なんですけど、中高生の皆さんがもう塾に行かなくても自分で勉強できるようになってくれるっていうのが私の望む世界なんですよ。可能にはなると思うんですけど、今常識的に多くの人が勉強で困ったら塾に行けっていう A ならば B みたいな単純思考ができちゃってるんで、文化的にもう塾に行くのが当たり前になっちゃってるんですよね。それがまあ常識といえば常識です。常識って何かっていうと、多くの人がそれが正しいと思うような考えの総称のことを常識っていうわけですけど、要は勉強に困ったら塾に行く、成績が下がったら塾に行くって、でそのねこう考え方を私は捨ててほしいなって思うし、もっと言うと塾に行って勉強している人たちっていうのがこれからも真っ先に淘汰される時代になるっていうのはもう目に見えてるので、それをね今回この動画で少しご説明できたらと思うんですが、まずね塾に行くっていうことがどんなことなのかってことをちょっと改めて考えてほしいんですよ。例えば学校に行ってプラス塾があるわけじゃないですか。でそうすると1日の間どれぐらい勉強に時間使うんですかって話です。でそうすると塾に行くにしても、まあどこに塾があるかわかんないけど、往復の時間だってあるわけじゃないですか、移動時間ね。でそうすると、まあ例えば塾に行って帰りが遅くなって寝る時間も遅くなるのかもしれないけど、要するにトータル的に勉強に時間をかけすぎてしまうっていうデメリットが一つあるわけです。でもそうは言ってもね、成績がね悪いんだから塾に行って勉強するしかないでしょって思われるかもしれないけど、じゃあ塾に行って何をさせられるかっていうと、塾には塾のシステムがあるわけですよね。あのテキストがあったり授業があったり宿題出されてっていうそのシステムがあって、まあ、たまに模試があったりするかもしれないけど、朝でなんかその塾に行ってすぐにテストがあってみたいなやり方があったりね、あのするかもしれないけど、あの大抵の塾に関してはシステムがあって、そこに皆さんはハマって、ね、勉強をすることになるわけです。そうすると皆さんは塾に言われた通りに勉強しておけば、まあ、ある程度その成績は上がっていくはずですよね。もちろんその勉強に対して前向きになってない場合は、まあ、言われたことをねそのままあの実行できているかどうかわからないから、その意味ではその成果に差ができてしまうんだけれど、まあ、学校に行っても学校の言われたように勉強をする、塾に行ったら塾に行ったで塾の言ってることをあの、まあ、作業、ね、言われた通りの作業をする。でそうやって一日のねもうほとんどの時間を勉強に割いている。それがまあ週何日かわからないけど続いていきますよね。でその週何日かのやつが、まあ、4回繰り返されて一月になって、一月が12回繰り返されたら1年になって、それを何回か繰り返せばもう高校卒業ですよね。でその長い時間の間で皆さんが塾に通って得られるものと失うものってちゃんと頭の中でバランス取って考えられてるかなっていうのはちょっと心配なんですよ。で私が今までの生徒さんの中で一番ちょっとこうゾッとしたあの発言なんですけど、まあその子はね高校1年生の女の子だったかな当時はね。でその時に私が言われたのは、あの自分はあの縛られてないと勉強できないんですと、誰かにあのこれやれあれやれっていうふうに、まあ、あのがんじがらめにしてもらわないともう私は勉強できないんですっていうことを言ってたわけです。でもうそんな風になってしまうともうダメなんですね。自分で勉強するっていう意識がなく、かつ誰かに何かやってもらわないと勉強できなくなったってことはもう完全に奴隷思考になっちゃってるわけですよ。もう誰かに操作されないと自分は生きていけませんよって言ってるのと一緒なので、そういう風になっていくのは怖いんだけど、でも多かれ少なかれこういう感覚の子は非常に多い。だって塾に行くってどういうことかっていうと、楽だから塾に行くわけじゃないですか。自分で何をどうしていいかわからないから塾に行って勉強して成績をキープしないといけない。でも考えないといけないのはまず成績がどれだけ重要なものかってことです、ね、人生においてその先の将来において今の成績を維持すること、今から成績を伸ばしていくこと、点数を伸ばすことっていうのが皆さんの人生においてどれだけ重要かってこと。でそこに対して1日半分以上の時間もほとんどですよ、起きてる時間の7割8割を勉強で割いているというその日常の使い方が本当に皆さんにとってベストな生き方なのかっていう、その部分をね本当に考えてもらいたい。例えば今みたいに塾に行くことによって失うものの一つは時間ですね、時間です。でもう一つはそういうふうに
何、誰かに言われたように勉強すれば成績は上がるけれど、じゃあ一体皆さんはどこで頭を使うんですかって話です。例えば英数国社理の勉強してる時に、うんうん考えて、その時に頭を使ってると思うかもしれないけど、それね、頭を使ってるわけじゃないんですよ。ものを覚えてるだけなので、本当に皆さんがこれから将来に残していかないといけないスキルっていうのは想像力なんですよね。自分の頭で考える力を残していかないといけないんですよ。でもそれを塾に行ったら、逆に言うと考えない時間の方が長くなるわけです。何をどうやって勉強したら自分の志望校に届くんだろうとか、何をどういうふうに勉強したら自分にとって楽に成績をキープできるんだろうってことを自分の頭で考えないで、誰かにそれをやってもらおうと。で、結局その自分の頭で考えてないから、その人に言われたやり方をやるけど、そのやり方が合ってるかどうかはね、わかんないし、もっと言うと人から言われたことをやるっていうよりも、自分の頭で考えて出した結論に対して自分ではね、努力するってことの方が本当は楽なんですよ。気持ちいいんですよね。でもそれがめんどくさいからみんなやらないから、みんななんか塾で勉強で困ったら塾に行くっていう発想になっちゃって、みんな当たり前のように塾に行き始める。でもその結果、今言ったように考える力ってのがどんどん失われていく。そうすると皆さんはまず将来使うかどうかわからないような英数国社理という知識を詰め込むために時間をかけて、かつ考える力を犠牲にする代わりに塾に行ってるわけです。これはね、すごいこう、それを聞いてたらね、嫌な気分になる人もいるかもしれないけど、実際そうなんですよね。だって、じゃあどこで頭使ってますかって話じゃないですか。で、じゃあそこでね、一生懸命じゃあ頭使って勉強してるという方は、その覚えた知識は一体将来どこで使いますか。その受験のあるね、二次試験とかセンター試験とか高校受験とかのその日にペーパーテストをクリアするためには使うかもしれないけど、将来それが役に立つ知識ですかって言ったらそういうわけじゃないでしょ。ってことは、その知識以外の何かを残していかないと大人になった時に困るんですよ。で、大人になった時に必要な力っていうのはその知識じゃなくて、自分の頭で考えて行動できますかっていう方なので、そうするとだんだんその自分で勉強できる人とできない人の格差が広がっていくんですね。で、例えばホリエモンさんとか、現代の魔術師と言われている落合陽一さんとかっていうのが言ってるのは、もうね、皆さんがスマホっていうものを手にして、もう手元のねスマートフォンでいろんな情報にアクセスできるような社会になったら、皆さんの差を作るのは何かっていうと、モチベーション格差なんですよ。要するに、その情報はみんな同じように手に入るけども、じゃあその情報をもとに何を自分で考えて行動するかっていう、その考えることと行動することで差ができていきますよねっていう話をされてるわけですね。で、それがいいか悪いかは本当に個人的な価値観ですけど、私個人としてはやっぱり皆さんにも自由になってほしいし、自分の人生を大事に扱ってほしいし、皆さんはもっともっと楽しい人生を歩めるはずなのに、勉強っていうものをうまく攻略できていないせいで、ちょっとこう損していたりとか苦しい思いしちゃってるんじゃないかなって思うから、まあなんかそこに改善のね、お手伝いができたらなっていうのが本当に私がいつも思ってることなんです。なので、本当に今回はね、ドキッとする話かもしれないけど、塾で勉強している人たち、もっと言うと、何も考えずに塾に行って勉強したりすればいいやと思って通ってる人たちっていうのは、残念ながらこの先、まあ5年後、10年後に真っ先に淘汰される人たちなんだろうなと思うから、それを今回ね、ぜひ考えてほしくて動画に撮りました。すごい嫌な話に聞こえたと思います。でも、本当にこれが現実だって思ってほしいし、私も、もう一人でも多くの人がね、もう塾なんか行かず、だって塾にお金払ったって何が残ります？だって本来自分でできるはずのことにお金を使うって一番もったいないじゃないですか。だからだってそこで月3万とか使うんだったら、その3万で服買った方がいいんですよ。ね、例えば家のね、椅子とか布団とかをね、もっといいものに変えた方がいいんですよ。自分の好きなバッグとか買った方がいいわけじゃないですか。でも自分がやりたくもない勉強のために月3万とか塾代払って、そのお金が一体皆さんのどう、役に立ってるんですかっていう話じゃないですか。だから私はそれが嫌だったから、塾にお金を使ってほしくないなと思うし、それこそ今からどんどん教育費が高騰していくよって言われてるけど、いやいやって、それは別に塾で勉強しないといけないと思ってるからそうなるだけで、別に自分で勉強する力を身につけさえすれば、別に教育費の高騰なんかでも悩む必要は全くないでしょ。で、そしたらその分のお金を自分のために使えるわけじゃないですか。そしたらもう自分の好きな服とかバッグとか靴とか買った方が絶対人生豊かだし、その方がよっぽど勉強する気になりますよ。だから皆さん本当にね、ごちゃごちゃ自分も言いましたけど、やっぱね、考えた方がいいし、
考える副作用を今のうちからつけとかないと、どん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 ね、社会に振り回されていくし、複雑になっていく、この混沌としたカオスな、ね、世界で、飲まれておしまいになっちゃいます。本当に。なので今回の動画がね、少しでもね、皆さんの考えるきっかけになってくれたらなと思ってます。一緒にね、自由な人生をね、ぜひ、勝ち取っていきましょう。